った、これ見てください、すごくないですか、これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、緑とか青とかすごいカラフルな炎が。はいどうも、水平リベ僕森田科学と森田くんです、よろしくお願いします。科学と森田くんの科学で遊ぼうのお時間でございます。そして今日はサンポール燃やしたら何色になるのよいしょということで、はい、サンポール燃やしたら何色になるのでございます。いろんなものをね燃やしている中でサンポールが結構ね綺麗になるという情報が、はい、ありましたので、ちょっとそれにねトライしたいと。で今回はですね、サンポールだけじゃなくて他のドメストとかも、ね、挑戦してみたいと思います。さあということでこちらですね、銅の、はい、線ですね、銅線を、はい、こう火にかけてます。はい、で銅だけでは炎色反応が起きないんですね。はい、熱せられて、はい、赤くなってます。でこれがそのうちね、酸化銅に、ね、はい、なっていくわけでございますが、まあ炎色反応は起きていないと。そしてサンポールの登場で、先ほどねこう熱した銅のところにサンポールをつけます。そしてかけると、はいはいはい、おーっとこれ見てください、すごくないですか、これすごい青、緑とちょっとかなり綺麗な火が出てきております。これは、すごい綺麗です。はい。サンポールを、まあ熱して酸化銅になった銅線の先にかけると。そして火につけると、この、はい、近くから見ると、ほらめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。緑とか青とか。すごいカラフルな炎が巻き起こってます。これは炎色反応の中でもかなり特殊な、はい、タイプの炎色反応でございます。さあこれはいいですね、はい、初めて見たっていう方もね結構多いんじゃないでしょうか。そして落ち着いてきましたね、はい、こんな感じでございます。続きましてドメストでございます。はい、ドメストも、はい、同様に先っちょにつけて、そして火にかけていきますが、温度は変化なしですかね、これは。はい、銅の方がね、こう熱せられてちょっとね明るくなってますが、さっきのようなね緑とか青にはならないと。さあということでどうだったでしょうか。サンポールは非常にね綺麗でしたね、いろいろカラフルになりました。ただドメストはあまりならなかったというところですね。これはですね、まあ、入っている、まあ、成分が違うということをね、はい、表しています。そしてサンポールで色が変わったのは、まあ炎色反応の一種ではあるんですが、これがね名称があって、バイルシュタイン反応というですね、これまたね特殊な反応なんですね。まあ細かいことを言うと、まあ酸化銅、要はね銅を酸化させた酸化銅にハロゲン元素が、ね、くっついていると色が変わるという反応だったんですね。フッ素以外の塩素、臭素、ヨウ素とかが付着していると色が変わるというね反応なんですけれども、だから塩素、臭素、ヨウ素の何かが入っていたと。はい、まあ、酸性なんですけど、もしかしたら塩素が入っていたりとか、元素として塩素とか要素が入っている可能性があるということが分かりました。それがあの綺麗な反応につながっていたんだというところでございます。さあということでどうだったでしょうかね。はい、結構綺麗でしたね。まあね今ねいろいろなものをね燃やしてますが、はい、まあくれぐれもねこの燃やす系の実験は保護者の方と一緒にね、はい、やるということを大前提に、もう大火事にならないように、隣に必ず、まあ、濡れた雑巾とか水を入れたバケツとかを用意してやってもらえればと。そしてサンポールとかを扱うときは換気もねちゃんとしとかないと有害ですので、はい、その辺も気をつけてやってもらえればと。ということで今後もねいろいろね燃やしていきたいと思いますんで、乞うご期待でございます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上、科学と森田くんの科学で遊ぼうでした。バイバイ。